ウィリアム・グラント・スティルウィリアム・グラント・スティルはアフリカ系アメリカ人の作曲家。150曲以上の作品があり、アフリカ系アメリカ人の作曲家の偉大な先駆者としてしばしば言及されてきた。アメリカの主要なオーケストラを指揮した最初のアフリカ系アメリカ人指揮者でもある。また、自作のオペラを上演された最初のアフリカ系アメリカ人であるばかりか。 それが初めてテレビ放映されたアフリカ系アメリカ人の作曲家でもあるミシシッピ州ウッドビルの生まれ両親は教育者だったがスティル3歳の時に父親が死んだため母親の再婚相手の元アーカンソー州リトルロックで教育を受けた第一次世界大戦中はアメリカ海軍に従軍両親の勧めで医学に進むためにウィルバー・フォース・カレッジと オバーリン音楽院に進むが、音楽への関心さめやらず、ニューヨーク市に行き、W.C. ハンディの楽団で演奏家、編曲者を務める傍ら、ハンディの楽譜出版社でも働いた。スティルは、ハーレムルネサンス運動に関わっており、ジャズやポピュラー音楽の場面でも、積極的だった。後に、奨学金を得て、ニューヨークで、前衛音楽の作曲家、エドガー・バレーズに、ついで、 ロストンのニューイングランド音楽院でジョージ・ホワイト・フィールド・チャドウィックに作曲を指示。現代音楽に興味を持てなかったと告白したものの、スティルはバレーズからは人格的な感化を受け、一方チャドウィックからスティルはロマン主義的な作曲姿勢、とりわけ国民学派の追求を進められたという。1939年にユダヤ系ロシア人音楽家のバーナー・アビーと結婚した。 当初はモダンな作曲様式を取るスティルだったが、後にアフリカ系アメリカ人の文化遺産をクラシック音楽の形式によって音楽的に検討するという創作姿勢を浮かび上がらせ独自の様式を形成した。1931年に公共曲第1番アフロイコールアメリカンがロチェスターフィルハーモニー管弦楽団によって 上演されると最初の黒人クラシック作曲家として注目を浴びた。1936年にはロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団を指揮し、初めて国内の主要オーケストラを指揮したアフリカ系アメリカ人となった。1949年にオペラ、最南の島トラブルドアイランドがニューヨークシティオペラによって上演されたが、これは主要な劇場によって制作された。 最初のアフリカ系アメリカ人作曲のオペラである。1955年にニューオーリンズフィルハーモニー還元楽団を指揮したが、これはアメリカ新南部のオーケストラを黒人が指揮した最初の機会となった。スティルの作品はベルリンフィルハーモニー還元楽団、ロンドン公共楽団、東京フィルハーモニー公共楽団、BBC 還元楽団などによっても演奏されている。ちなみに、 スティルはアフリカ系アメリカ人として初めてレコード会社を経営した。後にスティルは引く手あまたの編曲家となり、ウィラード・ロビンソンのディープ・リバー賞やポール・ホワイトマンのオールド・ゴールド賞に楽曲を提供した。カリフォルニア州ロサンジェルスを終わりの住みかとし、同地でいくつかの映画音楽を作曲した。スティルは2度、グッケンハイ無償学金を獲得したほか、 オバーリン大学、ウィルバー・フォース大学、ハワード大学、ベーツ大学、アーカンソー大学から名誉博士号を授与された。心臓疾患のために他界した。スティルは今ではアフロアメリカン公共曲が有名である。これは四楽章の作品で非常にモダンなブルースが公共的な奥行きや丹念なオーケストレーションに結びつけられている。ストコフスキーによる ステレオ録音の後、しばらく、アメリカ楽団でも忘れられていたが、ネーメイルビシ式デトロイット公共楽団の CD によって、名誉回復を果たした。ありがとうございます。